はい、こんにちは、くんです。今日はですね、FPS の練習時間の話をします。っていうのもね、プロだった頃が私あるので、よく来るんですね。くんさん、毎日 FPS は何時間プレイすべきだと思いますか？多分ね、多分そういうことを聞く人は、多分、学校で先生に、先生、早稲田行きたいんです。何時間一日勉強したらいいですか？そうだね、5時間ぐらいかな。わかりました、5時間しかしないみたいな。もしくは5時間やったことに安心するっていう、そういうタイプなんじゃないんでしょうか。ですね。時間じゃないっすよ。やっぱ勉強と一緒で。まあ、何事もそうなんですけど、こうなんか努力したりとか、何かこうやる上で、なんか時間って結構安心しちゃうんすよね。それだけやっとけばみたいな。なんか、その何時間やればとかさ。そういうものじゃないんですよ。練習には密度とかいうものがあって、勉強にも密度ってものが まあ、あると思うんですよね、私は。なので、一概にね、何時間とかね、聞くのはもう、意味がない話だと思います。なので、私にね、何時間やってましたって言っても、あまり意味はありません。そして、まあ、実際でも、それでも何時間やってたんだよっていう風な話をすると、そうだね。もちろんもう日によるとしかでも言えないのかもしれないね、もしかしたら。日によってもちろんそんなやる時間なんて変わるし、ただもう、なんかさ、クランとかで活動したり、チームで活動してさ、こうなんか、何々の大会で優勝したいですとかいう人っていると思うんだけど、なんかチームでの練習時間だけしか活、なんか練習しない人って結構いると思うんだけど、こう、のさばっていうのかな。で、やるのって相当大事だと思うんだよね。普通にその辺のデスマッチサーバーとかでやるのって結構大事だと思ってて。そうだね。プロだった時も、それをしてたし、最近はね、そんな毎日毎日練習はしてないし、その配信上で、まあ BF をプレイするときついでに、まあ、やるかなぐらいで。別に今、その BFH をプロでやってた時は、まあ、のさばで練習もしてたけど、まあ、今は別に BFH プロでやってるわけでもないし、今はやり込んでるゲームがないというか、ゲーム待ち状態なんですよね、割と。まあ、BFO の試合も、まあ、多少やりつつもっていう感じで、今やってます。で、効果的なね、練習の方法なんだけどね、コロコロやること変えない方がいいかな。結構いるんだけど、武器今日はよし、じゃあ今日は〇〇の気分だから武器を〇〇にしようとかさ、シャス今日は、シャスくんさんです、今日は MSMC でとかさ、まあ、実況だったらそれはもちろんその方がいいかもしれないんだけど、ということでね、MP7 でやりますんで、はい。MP7 でやるんだけど、こういうのは良くなくて、その試合ごとに使う武器変えるとか良くなくて、もうその武器だったら、まあ、コットでやりながら BF の話するのもなんだけど、エースとか、なんか AK とか、なんかそういうのをずっと使い続けた方がいいんじゃないのかなっていうふうに俺思ってるね。コットでもしそういうふうに、まあ、もしね、この動画見てるかわかんないけど、がっつり大会とか出てやってますとかいう人がいたら、ぜひ、コットはどうなのか俺知りたいから教えてほしいな。俺こ、コットはね、コット4ってわかるかな？本当にコットの、まあ一番俺は結構 e スポーツ的に、競技性的には一番面白いんじゃないかなと思ってる作品なんだけど、それを、まあガチでやってたことはあるんだけど、コットの他のね、BO2 とかは、まあガチでやったことはないんだよ。まあでもガチでやったって言ってもまあ、1ヶ月ぐらいだけどね、そんなに長い間じゃなくて、コットをやってみたいと思って、ちょっと体験してみたっていうふうな感じだから、まあ、コットをやってたこともあります。だが、BO2 とかね、やったことないんで、実際のところ、どうなんだろうなっていう。あと、まあ、こんなこと書いたら荒れるのかもしれないけど、実況してる人って強いの？ 荒れるか。まあ、荒れてもいいよ。実況してる人って強いんですか？なんだろう、わかんないんだよね。コンシューマーだからさ、基準がわからなくてさ、どれぐらいがまあ強いって言えるのかとか、どれくらいでこう、なんつうのかな。まあそこそこっていうか、大会出てもまあいい成績を収めれるぐらいなのか。っていうのがね、すごく気になるんだよね。特にコンシューマーってこう見た目の強ささ全然わかんないからさ、いいんじゃね、ここ。あ、やば、マジか。
っと目くらだった。もう一回行こう。なんかの野良の強さって違うよね、なんか思うけど。全然全然これ待たれたら MP7 で突破できない武器なんだね。あ、なか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 。おっと、どれくらい強いか教えてほしいです。結局さ、コト実況1日1本だったらさ、まあずーっとプレイしてて、まあ実況しながらずっとプレイしてて、でその中でなんかうまくいったプレイを載せちゃえば毎回無双みたいになる気はするんだよ。だからどうやってんのかなと思って、みんな1本撮ってその日一発撮りで、はいはいアップロードみたいなのってあんまないと思うんだよね。俺とかさ、上げてる動画の本数が多いからさ、なかなか撮り直せれないんですよ。なかなか。まあ撮り直したりする時もあるけど、あんまりにももうひどいレイプ系状態の部屋に入ったりしたらもう撮り直すし、もうなんつうんかな、人がいなくなったとかでも撮り直すし。でもみんなどうしてんのかなっていうのがちょっと知りたかったです。俺コット実況者のね友達がねいないんで、オパシっていうねライバルがいるだけなんで、お互い憎しみ合ってる存在がいるんで。危ね危ね、これさキュアパッケージインバウンドじゃないのこれ。危ね危ね、わあやられた。でも結構殺してるじゃんこっち側としては。コンシューマーやりてえな。でもなんか今更なんだよな、今更なんかコットのコンシューマー買ってもっていう、本当にもうそれに尽きる今更。マジか、それあった。あ、それにやられたわけじゃないんだ。スイスイスイ。そしてね、PC 版とね、さっきも言ったけど、コンシューマーして、まあ練習の話にちょっと戻るんですけど、なんか、まあ、そもそも、コンシューマーとか PS4 版の話と PC 版の話は比べない方がいいよって俺は思う。そもそも論で言うと。別のゲームだしね。だ勘違いしちゃうんだけど、同じゲームのように見えるから勘違いするんだけど、PC 版とコンシューマー版って別なんですよ。もう全然。全然別よ。全然。別も別、超別。必要な、こう、技術も違うし、こう、レベル、お互いの打ち合いのレベルも違うし、こう、すぐパッて振り向けないじゃん、コットとかって。コット、こじゃない、コンシューマーとかって。振り向けてもさ、PC 版はもっと精密に振り向けるんだよ。いや、そんなことない、パッと持ってる人もいるけど、じゃあ、そうなのかもしれないけど、マウスだったらもっとすごいんだよ。もっとね、振り向きが簡単。でも、ただ、なんか、ツナとかの独特の、なんつうのかな、こう、コットのトツナ独特の、こう、なんだろう、ぴょいってなんか引っ掛けるみたいな当て方、ちょっと説明しにくいけど、パッドがないから。エイムアシスト使って、こう、スッて引っ掛けるような当て方が、なんかできないんだよね、マウスだと。危ない危ない。カウンターストライクとかみたいな、動きの遅いゲームとかだったらやれるけど、ドラッグショットみたいなのがね、やりやすさが雲泥なんですよ。段違い。なので、参考にするときはね、ぜひぜひ、同じ、なんていうの、コンシューマーならコンシューマー、PC 版なら PC 版の人を参考にした方がいいかもしれないね。というふうに思いました。はい。じゃあ、また。はい。練習しろよ、バイシム。じゃあ、バイバイ。